皆さんこんにちは。この動画では岐阜県白川村の奥地にある白水の滝を紹介します。白水の滝は白川郷の奥地にある平瀬温泉の奥地にあるお滝です。電波もつながらない中、熊に怯えながら10分ほど歩きましたが、何も見えませんでした。たまーに鳥の大群が動くくらいです。完全に人里から離れた道なので、タヌキにでもなったのかと思いました。駐車場から出てすぐにある分岐を左へ進むと、徒歩5分程度で展望台まで到着します。遊歩道上は見ての通り草と木しかないので、滝以外の絶景は期待しないでおきましょう。その分、滝を含めた断崖や森林の景色は圧巻です。これ以上近づけないのがもったいないですが、滝が奏でる爆音は迫力満点。本当にこの景色しかなかったですが、十分に満足しました。見た目の通り非常に行きにくい場所にあります。白水湖や大白川露天風呂も一緒に訪れてみてください。以上で紹介を終わります。このチャンネルでは毎日観光スポットを紹介しています。よければ他の動画もご覧ください。以上、ご視聴ありがとうございました。